それではザ・ワンダフル101の続きやっていこうと思います。まずはワンダフルマート。大パーツ結構集めておきました。だいたい200万ちょっとですかね。だからいろいろ買えると思うんだけど、ユナイトモーフとカスタムブロック。そういえばスロットが今2個あるから、カスタムブロック1個買っていきたいな。あとは、スキル。スピードライナーあると便利かな。どうしよう。とりあえずユナイトトゥームストーン買っちゃおうかな。ユナイトトゥームストーン。上から降り注ぐ技。威力があればいいんだけど。買っちゃえ。よし。ユナイトボールの使い道がいまいち分かってないから、なんとか期待したいところですね。あとは、カスタムブロック。どうしようかな。スピードチャージで自動回復速度を上げるっていうのも有効だけど、セーフガードでダメージを下げるってのもいいよね。アイテムキャッチャーをくっつけてヒーリングガッツと複合的に使うっていうのもあるかも。あ、ダッジマインか。避けた時についでに爆風も与えられるからいいのかな。よし、じゃあこれ買っちゃおう。ダッジマインをゲット。そしてスピードライナーかな。スピードライナー、ワンダライナーのスピードが上昇する。よし、買っちゃおう。結構右スティックで動かさなきゃいけない時あるから、割と使う機会が多いかも。よし、ではワンダフルマートを出て、忘れないように装備しておきましょう。ダッジマインをセット。よし、あとはスキルですね。新しく覚えた技があって、これワンダフルライジング、ジャンプ直後に A、 上昇しながらユナイトモーフを繰り出す、体勢を崩した敵に当てれば空中に打ち上げることができるといういわゆる浮かし技ですね。あとソードバージョンもあるんで、なんとか使っていきたいかな。はい、ではこれで 出撃しましょう。今回はブロッサムシティ都心部ですね。ちょうどど真ん中。早速レッツゴー。諸君、次なるオペレーションを伝える。司令は何を飲んでるんだろうな。意外と紅茶とか好きなのかな。敵の規制型情報網略奪兵器に占拠する。おお、規制型情報網略奪兵器、すごく感じていっぱいだけど、さっぱり用紙がわからないな。バージンビクトリー号はオンライン戦略システムを規制するってことなのかな。楽勝だぜ。俺のバリアンチームブレードでそのなんとかタワーごとぶった切って薄汚い寄生虫を駆除してやら。いつも通りのブルーさんだな。ブロッサムタワーは地球防衛システムの要だ。世界各国の戦況を把握するため傷一つつけることなく取り戻さねばならぬことを胸に留めた。結構難しいんじゃないの。かっこいいっち。放っておいたら地球滅亡間違いなしの危険な爆弾野郎だっち。グリーンマンを追っていく。今回はおにぎり食べてるな。毎回違うのかね。敵のアルゴンレーダー副域に侵入。オンライン戦略システムを遮断。第一級警戒態勢に入ります。さあ行け。頼んだぞ、ワンダフルワンダブル王。ラジャー、ラジャー総員出撃。ラジャー。よし、じゃあ早速試していこう。まずはなんだっけ、登場し、おお、すげえ範囲攻撃ですね。これは強そう。これはヒーローの数が多ければ多いほど威力が高まるってことかな。これは便利そう。あとはこれ、あ、ローディング終わっちゃった。ワンダフルライジング。いやー、ソイン、ライトアップ。結構ヒーロー集まってきたかな。今32体いるのか。よし、お、早速人が、お、ワンダライナーが速い。これは逆に扱いが難しくなってるんじゃないのか。よし、とりあえずこの辺を破壊しまくって、お、早速敵が出てきた。まずはシュドグー部隊。よし、早速トゥームストーン。おお、やる、いいよ、ほい、あ、いいよ、シュドグーちゃんを仲間にするチャンス。もう一匹、オッケー、来るか、ほい、
てなだ何か知らないものを食らったぞ。ほい、いいね、いない敵が。おっとこれはまずい。ブルー呼び出して、危ない、来るのか。ほい、よし、ほい、オッケー、今だ。体勢を立て直した、立て直してって。あっと、ほい、お助け。いいね、結構仲間が手に入った。どこだ、あ、いたいたいた。よし、結構敵が簡単に死んじゃうな。これがワンダフルライジング。パンチバージョンはこんな感じ。ほいほいほい、コンボポイントの基礎ポイントが増えるから結構織り交ぜていくと、なんていうのかな、これを使わないとむしろコンボが増えないっていう。お、新しいスキル、ワンダフルスティンガー、ユナイトガーン。ほい、お、連続射撃、なるほど。そして新ヒーロー、美食の番人ワンダシェフ、ベイクドブラスター。おお、その左手に持ってるフライパンだけでも相当強そうだけど、まず助けよう。ほい、よし、これは囲んで何かあるわ。なんか出てきた、あ、プラチナコイン。おお、上の方に何かある。この辺、いや、ど真ん中か。ほい、違う、もうちょっとこっちだ。この辺か、何か影が出てないかな、出てないっぽいな。この辺かな。ほい、貯めて、ユナイトロケット、やったね。結構中途半端な位置にあるな。よし、いわゆるハートのかけら的な、いや、そもそもハートなんだからそのままか。登っていって、おお、結構ヘルプって言ってる人多いな。よし、そして、ほい、おっと敵が。まずは、あ、 UFO がいる。 UFO 結構弾見づらいんだよな。これはワンダフルソードで、ワンダフルソードってなんだ、ユナイトソードで一掃。よし、そこそこ、オッケー、じゃあ助けよう。ほい、また新しいヒーローが出てくる。いつも捕まってるな。直してあげる、ワンダナースケア&キュア。ほう、二丁拳銃で名前がついてるとなかなかかっこいいな。乗り、今何ちょっと待って、乗り込む、敵の UFO だけを奪える。あ、これはいいわ。おお、あ、これはん、なんだ、このままいけちゃうんじゃないの。いけちゃうじゃん、これどうやって下に下がるの。まあいいか、あれやばいな、どうやって下がるの。あ、ちょっと途中で壊れるのかよ、くそそういうことは早く言ってよ。これはユナイトチェーンじゃなくて、なんだろう、矢印みたいに出てるの、ユナイトグライダーか、これか。ほい、これグライダーはね、なんかこう高度下げた後にB ボタンを押すと上に登るという感じでやるみたいだねあれ、角度が合ってない、この辺。よしよし、 OK、 ヒューンヒューン、よし、うま、ぎこちないけどなんとかたどり着いたか。オッケー、まずは市民を救出して町を破壊する。とりあえずなんか丸そうなものはどんどん書こう。オッケー、とりあえず何でもかんでも囲ってみようってのがいい。
ここはおまだいるうっかり見逃すとこあった。お、新ヒーロー、あなたも変身、ワンダーメイクアップ、ビューティー&キューティー。おお、結構奇抜なヘルメットしてるけど、さっきのワンダーナースとは兄弟だったりするのかな。ここはユナイトチェインからの、また結構多いな、要救助者がいっぱいいる。この浮いてるの何、これ何でもないのかな、なんかすごく気になるけど、まあいいか。ガッチャがあるぞ、とりあえず回しちゃう。 OK。 いや、さっきからどんどんヒーローが集まってくるな。悪に一条、ワンダーメディシン、おお、オーバーズブラスター、オーバードーズブラスター、医療関係の人がちらほらいるな。そしてもう一回、もう100体になっちゃってるな。最初のうち一度ぐーちゃんたちも敵出てきた、仲間にした意味はあんまなかったから、やばいやばい、おいおい、まずシールドを破壊して、おいさあ来い、ほい、よーし、こっから勝負。 OK。 あっ、しまった、あー、今の攻撃してる途中で食らっちゃったな。 OK。 ワンダーライジングからのパンチパンチパンチで、ちょっとどこ見てんだ、高さが合ってない。おお、いいよ、やばい、なんだ、当ててこいや、囲っちゃえ、囲めない、このパンチで殴れ、ほい、 OK。ワンダーライジン、お、強い、やばいやばい、大道具が出てきたぞ。ほい、ユナイトモーフのマルチバージョンも使っていく。逃げ、裏に回ってからの反撃、あっと仲間が、助ける義理はないけど助けちゃう。おっと、パンチのまずはクライムアタック、オッケー、アッパーで浮かせて、さらにもう一回、浮かねえじゃねえか。オッケー、まずパンチで浮かせて、パンチパンチの、さらにワンダフルライディング、いいよ、コンボっぽい、やばいやばいやばい、これユナイトガンで打って、いいね、おお、だんだんこうヒーローの技が増えてきたから、それっぽい戦い方ができるようになってきた。じゃあここの枯れ草に潤いを与えよう。何もらえる？ワンダフルラーメン、オッケー、ここはもう大丈夫かな。よし、じゃあ剣を刺して、門を開けろー。おっと、これはゲームパッド見るのか、あ、そんなことはなかった。しかし要求者が本当に多いな。これはマルチイナイトモフで開くね。おお、これなら楽ちんその代わり仲間が随分バラついちゃうな。とりあえずトイレ休憩。おお、なんか出てきた。ゲスジャークファイル、ゲスジャークに関する情報が記載されている機密ファイル。ほう、じゃあちょっと見てみようか。ゲスジャークファイル、 UFO のファイルか、戦闘歩兵土偶専用の小型戦闘機、何か弱点とか書かれてないかな。それはないっぽいな。なるほど、よし、これは何だろう、特に関係ない。おお、車だ、車って言っていいのか、何か、どこスイッチどこ、あれ戻れない、あ、自動ですか、そうですか。おお、なんだよその適当な分析は大きさはともかくどこからかってぐらいは分かってほしい。おお、確かに
大体合ってる。どうしても俺たちをブロッサムタワーに行かせたくないらしいな。ゾイン、ユナイトアップ。ラージャ。お、リニア車両操作マニュアルだと操縦してジャンプしかできないってことは攻撃ができないってことか。はい。ユナイトモーフ発動中はリニア車両は動かない。なるほど。通常状態の時だけ車両を左右に動かせるんだ。なんか前後に動かすイメージがあったけど違ったんだ。なるほど、わかりました。はい、とりあえずユナイトガを使っておけってことか。おお、またジャンプ。あれ、なんでダメだった。今ちゃんと下の方パキンってなったじゃん。なんだよその適当な分析は。あ、もしかしてあれかな、イベントじゃなくてリアルタイム処理してるのかな。それで早めにジャンプしないと落っこっちゃうみたいな。もうちょっと早めに警告くれたらいいのに。やってみる、ちょっと早めにジャンプ。この辺、おお、あ、結構余裕ある。早めに飛んだ方がいいっぽいな。そしてこうやって動かす。なるほど、強制スクロールで障害物をどんどん壊して、おお、本当に障害物が出てきたぞ。ジャンプ、よし。お、後ろからなんか変なのができたぞ。ハマキー、ハマキーっぽいからか。まあハマキーからハマキーっぽいのか。見て、ちょっと、あ、これ自由に動けるんじゃなくてなんかこうレーンみたいな感じになってるんだね。これで避けるんだ。どうしようかな、これ攻撃した方がいいのかな。なるほど、おっと、あ、これなるほど、ジャンプもね、なんかユナイトモーフになってるとできないっぽい。だから避けたいときは一度ユナイトモーフを解散させて逃げないといけない。あ、やばい、これは解散させてジャンプ。おーっと違う、真ん中。こういうのは大抵真ん中にいてどっちかに避ける。おっと重くね。あー、やばい、左、真ん中に戻って右、よし、真ん中キープが基本。うわー、やばい、間に合わない。くそー、なんだ、やばいやばい、敵が乗ってきたぞ。くれ、トゥームストーン、いや便利だこれ。パンチ、オッケー、ほい、おっと、あ、捕まえた捕まえた、よし、ユナイトガンを作っておこう。でっかいのにしようか。あ、これなるほど、古墳を攻撃するエリアなのか。くそ、一定ところまで逃げろっていうゲームかと思った。ほい、なんかユニットを解散させながら撃った方が早いかも。ジャンプ、よし、今は避けに専念だ。ジャンプ、真ん中から右戻って、ジャンプ、おっと、右真ん中、この間にも、あー、でもここは避けに専念した方がいいな。よし、さらに、あー、なるほど、逃げ、おっと痛い。なるほど、ジャンプで避けてもいいのかな。ダメだ、でっかいのだとちょっと連射力が弱い。小物相手には小さい方がいいな。やばい、グリーンさん大活躍や。オッケー、まだ古墳が出てこない。古っぽい、ん、なんだこれ、おお、怪しい。よし、あれ
やっつけたのか、それとも一定距離まで逃げたのかわからないとりあえず撃っちゃえ、やめとこう、ユニット解散して何にもないかな。到着したか地道具が結構リアルに描かれててびっくりする。おおお、謎の新キャラ。あ、これはユナイト、ハート。おお、いきなり同じユナイト方法を持つ者同士の戦い、熱いぜ。おお、なんだ、なんとかわかんない、メイザー号。今度はおお、この道具も訓練されている。とりあえず、お、今度は何だ？見たこともないパケパターン脱皮。あいつら、もしかして今ユナイト毛布を使わなかったっちか？いい度胸だ。今度こそ俺のバリアンチームブレードの餌食にしてやるぜ。我の攻撃をかわすとはなかなかやるじゃないか。何者だ？初めてお目にかかる惑星 CHIQ の戦士よ。いや、君たちは確か地球か、神球と呼んでいるんだったな。いやいや、地球です。あれ、神球？本当か？いやいや、聞くなよ天然だな、レッドは。だが、確か我のデータブックには。お、待て、我々にもそのデータブックを見せるんだ。興味を示すレッドさん君、なかなかいい目をしてるじゃないか。まさか漫画の知識とは。名は、何と言うんだい？私の名はワンダレッド、地球連合秘密防衛機構センチネルズの特務兵だ。ワンダレッドか、面白い名前だ。ちょっと聞き間違えてるけど、それなりに会話が成立してるのがいいな。王位継承者にして全銀河を股にかける宇宙海賊ガイ族の当主。おう、海賊さんでしたか。王子、暴君王子。君たちの言葉で言えば、そう、プリンス・ボー君とでも呼んでくれたまえ、うん、こいつ一見紳士ぶってはいるがおお、プリンス・ボー君、いわゆるレッドのライバルキャラか。今すぐ地球から放り出してやるぜ。宙に、あのナンダレットという男の力量どう見る？忠義君、さして脅威はないか。喋った。あ、角が生えてる、こいつ。参謀忠義。おお、忠義に熱そうな男だな。さすがブルー、さっきからまるっきり相手にされずに空回りしてるのが大人の哀愁を誘って生かすっち。うるせえ。侵略者に告ぐ、直ちに武装解除せよ。応じなければ君たちを即刻武力制圧する。武装解除、それはできないな。我には我の戦う理由があるんだ。10分や20分ではとても説明し尽くせない崇高な理由がね。それ聞きたいかい、ワンダレッド君？ワンダレッドだ。いいだろう、君たちの言い分を話したまえ。お、聞く気になった。聞くのかよ。ブルーさんがすっかりツッコミ役になってしまった。時は今を遡ること240年、場所はここより1兆2000億光年離れた流浪の彗星ルロー。長らく小宝に恵まれなかった王家の嫡男として、ふるさとなんて珍しい。我々に生を受けた一人息子として帝王学を学びながらすくすくと育った我は王立インターナショナルスクールに入学し、本当に長そうだ。私を同じくする多くの学友と机を並べて勉学に励んだ。うん、いい話だ。そこまではある学校行事のある出来事がきっかけで、うわぁ、なんか人生一変する。触れてはいけない黒歴史が始まるような。一人の女性と出会うことで。ボー君殿下、その辺で良いかと。え、総統閣下もお待ちしているゆえ。ちょっと気になってきちゃったんだけど、そうなのか。待て、
その学校行事とは食いつくな。もう友達になっちゃうよ。まあ、話はこの辺にしておこうか。一見は実戦にしかずだ。まずは拳を合わせて鎮級の戦士の力量を見定めるとしよう。なるほど、それは分かりやすい。させることができない相手ならば話をする価値はない。行くよ、ナンダレット君。敵兵団2000やり、ワンダフルワンダブルを総員ユナイトアップ。よし、ようやく始まるっぽい。とりあえずユナイトハンド。うおっと、よろけることすらね。仲間を回収してもう一回形成。ほい、よし、チャンス。お、かわす。よし、ユナイトガッツが効くからなかなかいいぞ。おっと、しまった。あ、これはゆっくり戦った方がいいな。エフェクトに見えなくなっちゃう。くそー、隊員がいないとユナイトガッツが作れない。よし、おっと、やべ、なんだって。向こうもユナイトモーフィアスプリングを見えない。よし、オッケー、結構長い間効く。ガンガン行こうぜ。ほい、相当ごちゃごちゃな戦いになってるけど、おっと、これは逃げてユナイトガン。何、投げ技とかねえよな。うっそ、今ユナイトガッツ出したのにな。なぜだ、俺っちの球を跳ね返せるくせになぜこちらは跳ね返せないんだっち。跳ね返せるのかな、違う。くそ、おっとソードできたか。シャキーン、俺、おーっと、なんだちょっとブルーさん、向こうの方なんかかっこいい技使ってますけど、ブルーさんにはないの。ほい、なんだ、あぶね、あやべ、ビームか、砲弾かと思った。仲間集めて、ほい、よし、反撃、逃げるな。やばい、あの大砲ガードできない。よし、うっくそ、なかなか敵の、ほい、こっちの方がいいな、ヒーリングできるから。よし、勝った。ダメージは結構受けちゃったけど、それなりのコンボポイントが稼げたっぽい。結構ユナイトガッツ使えねえな。あれぐらい砲弾ぐらい跳ね返してくれないと。おーっと、ダカーツになった。いてー、ユナイト反動、ほいからの、おやおや、ここからが本番なんだが、ずいぶん簡単に我が配下に加えられそうだな、重機。おう、鎮級の戦士ナンダレットとか異論はないってことかな。ナンダレットだ。君の腕を見込んで提案があるんだが、どうだい、我と手を組み、その力を全員に与えたら。ユナイトハンドだけ。お、早い。早いね。我々はいかなる侵略も許さない。平和を脅かす悪と戦い、地球の平和は絶対に守り抜く。鎮級を守る、それが一体何になるというんだい。そんなもののために戦っても結局は。まあいい、んともかく気になるな。ナンダレット君、少し時間をあげるから。10分や20分で終わらないような話をよく聞かせてくれないかな。我はそろそろおやつの時間なのでね。では戻るぞ、忠義。ほ、待て、この野郎。顔見せ程度に来たライバル。おっとっと、わあ、何しに来たのか。本当に邪魔をしに来ただけか、たまたま出会ったのか。
お、ユナイト、オッケー、おー、スピードライナーがあるからバッチリ完璧。いや、しかしすごいオブジェクトだな。あんなにはっきりトゲ作んなくてもいいのに。さっきの奴らユナイト毛布まで使うなんて手強い相手だっち。ライバルらしいよね。侵略者どもなんかにチームワークの何たるかが分かるもんかよ。それをブルーさんがギャグも冴えてるっちな。グリーンさんに同意せざるを得ない。あの兵団、彼らは何か。ん、どうかしたっちか。いや、何でもない。さあ、総員前進。ラジャー、よし、じゃあ、なんだっけな、なんとかタワーに向かおう。もうすっかり名前忘れちゃったな。お、なんだ、なんか仲間を合計1000体集めたみたいな実績が開示された。これ上の方に何かありそうじゃない。とりあえず飛ぶ。ほい、特になんでもないけど気になるクレーンがある。よし、誰だ？おお、ビーム系か。じゃあまずは、ほい。おっとっと、まずシールドを剥がさないとな。ほい、これは、あ、やめとこう。ほい、おっと、弾かれる。シールドが邪魔だな。シールド一撃で破壊できないかな。オッケー、ほい、あ、浮かねえじゃねえか。まずはワンダ、ワンダじゃないか、捕まえろ、頑張れ。オッケー、ほいほい、からのさらにライジング。おお、やる。あ、でもちょっとコンボポイントは稼げなかった。もっと特殊技使っていかないと基礎ポイントももらえないんだよね。何にぶつかってんだ。ほい、いて、出て、ん？すごくトゲトゲしてるから食らってんのか。でもあれ、使う場所がねえぞ。ユナイトハンドじゃないのかな？色が若干違うから。とりあえず、入れない。これ結構判定厳しいな。お、フィギュアゲット。ユナイトゲージはもうマックスだね。あれ気になるな。そこに行け、行けないっぽい。うーん、何でもないのかな。お、あるある。なんだ、ユナイトガンかな。おう、それでなんだ、え、わからない。ちょっとアップにしたいんだけど違うな。とりあえず、ほい、これで OK かな。で、進路はどっちだ。え、やっぱここなのか。これは剣か。違うな。こっちは来たところだよね。やばい、謎解きが解けない。他に何か、これ、これはでも開けられないよね。あ、ここか、ここ登っていくのか。お、そうだそうだ。おお、なんだ、トゲトゲした大道具って。おお、なんだ、ちょっとかっこいい。ゲダイドグー、ゲダイドグーみたいな。ちょっと違うか。やばいやばいやばい、トゲトゲしててチームアタックが効かない。これは、これユナイトガッツで跳ね返せるのかな。よし、スッと、あぶね、焦げの鎧を着込んでやがる。あ、そっかそっか。
それを先に見ねっちよ、ポンコツ。見ねって言ったからお前ら。危ない危ない。ほい。ユナイトガンで撃つんじゃないのか。ちげえ。誰お前。もしかして、うわあ、やっと来てくれたっちか。遅いっちよ、うん。そんなことよりちょっと聞いてよ。夕べこっちに着いたんだけど、パーティーでオールしたら顔がむくんじゃってもう最悪。メイクに時間がかかって遅刻するところだったわ。もう遅刻してるっちよ。まったく女はすぐ無駄なことに時間と金をかけるっち。うるさいわね、このガキ。マジ怖いっち。地球連合秘密防衛機構センチネルズトランシルバニア支部のワンダフルワン、マリアナ・クレツネスコ、アンダ・ピンク。君が来るのを待ってた。あら、こいつがピンクかよ。その冴えないお兄さん、うん、私はワンダ・レッド、ブロッサムシティ支部のワンダフルワンダ。今戦ってんだよね、下で。私のタイプじゃないわ。おしゃべりはいいからさっさと。おかしいな、戦隊もののピンクといったらチームのムードメーカーで。やりたいわけ、私の可愛いビューティフルウィップに傷ついちゃって。あんたのタイプの感じだわ。少なくともこんなビッチな感じではないな。ちょっとがっかりだけど、彼女も頼れるヒーローなの。あれ、長え。おう、速え。ちょっとはみ出たけど、これでいいのか。 OK。 おお、意外とパワー系。悪い子ね、お仕置きしちゃうかも。バッポーイワンダピンク、お仕置き女王、ド S 系か、S 型でユナイト、ウィップ、ちょ、まずは、何、ユナイトウィップでトゲ剥がし、ちょうど見えない、ちょっと、あ、やばい、回避して、もう一回でっかいの作ろう、あ、ちょ、いけてる。まずかわして、ほい、叩く。本当にこれトゲ剥がれてんの。おお、あ、本当はちょっとずつ剥がれてるっぽい。おお、いいよ、少しずつ鎧が剥がれていく。オッケー、チャンスじゃない。ほい、ようやくターンが回ってきた。ほい、よーし、なるほど、トゲに攻撃ができるタイプのヒーロー特性。しかし、まあ、またどぎつい性格のキャラが出てきた。あ、これは、おっと、シュド君にはどうなる。おお、効果範囲が広い。いてて、て調子に乗った。おっと、あ、危ない。特に攻撃してくるわけではなかった。みんなまとめて救って、よし、チュドグーちゃんをゲット。100体以上いるから意味ないか。ほい、おっと、なんだこいつ。あ、ダカツ、ダカツよし、こいつは掴んで投げる。さらに、あ、次できない。よし、パンチパンチパンチのユナイトソードからの、えい、当たってねえじゃねえか、くらえ。よし、ほい、いけてる。お、あ、あ、そっかそっか、なんかこう味方を投げつけてるからそのままチームアタックになってるのか。あれ、これ前も言ったっけ。いや、言ってないと思うな。おお、やばい、それっぽい
おお、ああれトゲだったのか、と、いや知ってたけど、トゲを引き剥がす特性、なるほど。そしてここ、ここもそうなんだね。えい、おお、ほい、オペレーションクリア、なるほど。リーチを生かしてトゲを引き剥がしたり、なんていうのかな、攻撃範囲をうまく使っていきたいっていうキャラかな。ワンダピンク、性格はちょっとあれだけど、オッケー、なんとかクリアできたね。はい、今回はオペレーション002の A かな、クリアすることができました。ではまた次回よろしくお願いします。